ピンポンパンポン。ご来園の皆様、本日はメンヘラ動物園にお越しいただき誠にありがとうございます。ほら、トモヤ、見てみろ、ゾウさんだぞ。ああ、ここが本来自由であるはずの動物が囚われの身となり、行動範囲をかけられ、食事も与えられたものだけしか食べられない動物園ですよね、父上。おう、お前まだ7歳だよな。学校に友達はおるか。パオーンどうした。おお、しっかりしろ。おい、大丈夫か。うわー、カエルさんがいる。カエルが1匹、カエルが2匹。おお、落ち着け。ここは動物園だ。カエルなんかいるわけないだろ。カエルなんかそんな緑の生き物が いるわけないだろ。いい。あ、行ったよ。行っちゃったよ。ゲロゲロ。大きいサイズの方が行ったよ。逃げよう。ゲロゲロ。来るな。来る。あ、止まった。ゲロゲロ。カエルの歌が聞こえてくるよ。ゴー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 、ゲロ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 、ガガソン、はい、ゲロ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 、ガGuah, guah, guah. Ladies and gentlemen, welcome to Menhera Zoo. Listen to Kaeru no Uta Rock and Roll. Kaeru no Uta ga kikoete kuru yo.どうやらここは噂通りまともな動物園ではないらしい。いろんな動物を見て回るぞ、トモヤ。はい、父上。見ろ、トモヤ、次の動物はあそこにいる白鳥、オネースワンさ。私はオネースワン。オネースワンのタクちゃん。今まで私の虜になった男は数知れず、みんな私の魅力に心奪われていくの。ほら、そこのあなた、タクちゃんって大きな声で呼んでみなさい。
いいわ、男の声はいつ聞いても体に響いちゃうわ。ほら、そこのあなた、メガネのあなた、もっともっともっと、はあ、いいわ、やっぱり動物園はやめられない。私の名前と、ともや、いろんな動物がいる、いろんな動物を見て回ろう。よし、お、次の動物はどうやらお猿さんみたいだね。さっきのお姉さんはもっと見たかったのにな。お猿さんというのは人間になり損ねた下等種族のことでしょうか。いや、口が悪いな。口が悪いぞ、ともや。学校に友達は夜か。ここの猿山はな、俺はとても好きで、いろんな猿がいて観察するのがとても好きなんだ。毛づくろいをしている猿、喧嘩を追っ始める猿、それに、いや、見ろ、ともや、よく見てみなさい。え、あれって、もしかして、ウキー、やる気、元気、負けー、やる気、元気、負けー、ウー、間違いない、これはよく見た人間だ。猿人間、とでも言えばいいのか。さ、猿人間。ああ、昔聞いたことがある。その容姿、あだ名さえも猿に似てしまったせいか、動物園に、飼われて、しまいにはこういうふうに飼い殺されてしまうんだ。じゃないと先ほどのようなあんなクソつまらないギャグを人前でする、意味がない、するわけがない。動揺してるわね。誰がこんなひどいことを、何か事件があったに違いない。なるほど、そういうことだったのか。お、お前は先ほどのロックンロールなカエル、動物園のものじゃなかったのか。ふん、僕はね、探偵なんですよ。見た目はカエル、頭脳は大人、名探偵ゲロン。僕は大学生探偵上野啓太。大学の同級生4人と3年前に遊園地に行った時のこと、僕は怪しい取引現場を見てしまった。僕はしばらくの間その取引現場を見るに夢中になってしまっていた。そう、その取引現場こそ最も重要だったのだ。3年前のある冬の日、ねえ、いいじゃない。今夜はうちに泊まって、あなたの白鳥も見せてみなさい。いや、やっぱりダメさ。僕には家に女房が待っているし、息子に愛する友也も待っているんだ。確かに君は情熱的に魅力的に溢れた素晴らしい女性さ。あ、男性さ。でも、別れよう。何よそれ。もう知らない、大ちゃんのバカ。タクちゃん、ああ、僕はなんてダメな男だ。なんてどうしようもない男なんだ。ワン、ツー、ドゥベルル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 ルハーフタラッタルルタフーハーフタラッタルタフー勢いよくしまったのまで巻き上がった枕の羽、今夜はついにかの超音を凝らせやってしまった。昔の恋人のくれた目覚まし時計を何度言われてもずっと使ったのが気に入らない。飛び出した彼女の手の中でチクタク丸
んで時限爆弾近くの空き地に違いない、まっすぐ追いかけよう、走る君の髪でシャツで揺れるたくさんの白いパレス、どんどんに落ちてる、本当は探してほしい、走る僕の髪でシャツで揺れるたくさんの白い羽、君はきっとどうしようもない、僕に降りてきた天使、まだ君の髪でシャツで揺れるたくさんの白い羽、壊れた目覚ましよりもっと痛かった君の気持ち、僕の髪でシャツで揺れるたくさんの白い羽、君はきっとどうしようもない、僕に降りてきた天使、帰ったら部屋の掃除は僕が全部やるから、白鳥の湖をお願いします。いや、冬のソナタです。あ、冬のソナタお願いします。あ、すいません、冬のソナタです。すいません。待ってくれ、タクちゃん。確かに僕は同時に二人の女性、いや男女を愛してしまったどうしようもない男さ。でも君への思いは、この嘘偽りない思いだけは決して変わることはない。大ちゃん、タクちゃん、ワン、ツー、スリー。あっ、こいつ一部始終見てやがった。リカちゃん、いけねえ。そうだ、こいつを使おう。こいつを使えば狂気が残ることなく人を殺めることができ、組織は開発したくせにアホトキシンゲロゲロ。あばよ名探偵、やめろやめろ。ああ、体が熱い。何もかも思い出しましたよ、僕をカエルにしたやつらも、そして大輔パパ、あなたがお姉スワンタクちゃんと不倫関係にあったということもね。お男好きなんです、父上。大輔パパ、顔を上げなさい。あなたが今することは泣くことではない。あなたの帰りを待つあなたの奥さんと息子さん、智也くんを今まで以上精一杯愛を注いであげる、それが今あなたのできる一番の償いです。ゲオン、これにて事件解決。この世に解けない謎はない。カエルになっても頭脳は同じ、迷宮なしの名探偵、真実はいつも一つ。いや、俺はこれドンってならずだったんだけどね。ドーンだけ。ピンポンパンポーン。ただいま園内にて時限爆弾が発見されました。時限爆弾、園内の皆様は直ちに避難してください。時限爆弾、え、キュウリに蜂蜜かけたらメロンの味がするって知らないわ、そんなの。時限爆弾、愛する息子、智也を救うためなら、この命。待って、大ちゃん。ここは私に任せて。もしかして、あなたが。だが、
英雄、それは驚異的な力を持った人物。彼なら時限爆弾を止めることができるかもしれない。かっこつけてあるつもりが得意になって大事なことは全部置き去りしちゃって自分で自分を苦しめている瞬間そんな僕にさよならしたチャンフォーメーション。何が怖くてどうする、あいつが怖くてどうする、ああ自分を見してるだけじゃ進まない。男のラン誰かのために強くなれ、歯を食いしばって思い切り守り抜け、転んでもいいよまた立ち上がればいい、ただそれだけ。先へば Stop!